はい、梅です。こんにちは、どうぞ。もう、はい、今日ですね、5月の17日の月曜日ですね。はい、今夜9時回ったところです。はい、今日5月17日、今日のね、お昼のね、2時頃、14時ぐらいにですね、パークチケットの再販がありました。なんとですね、これいいですか、なんと今日のお昼、5月のですね、5月のランドってね、今5000人制限されてるでしょ。なんとですね、5月17、19日、5月26、なんとですね、5月29日の土曜日、はい、これランドのですね、チケットが一部再販がどうやらあったっぽいですね。で、C の方もですね、5月の11から20日の平日全部、それからね、27日、28日、そしてですね、5月30日の日曜日の C、はい、こちらがですね、チケットなぜか再販今日ありました。で、しかもですよ、なんとですね、6月の18日まで、土日含めて、6月の1日から18まで、この2週間ちょっと、一気にこれ、丸がついてて、これ一気に再販かかったんですよ。いや、これちょっとびっくりしましたよね。でね、先週まではね、毎週水曜日にね、もう1時間2時間でチケット瞬殺して、で、バツ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 になって、で、みんなね、毎週水曜14時にね、それって言って、もうなんか槍持って、もう戦争だって言って、なんか、そういうのをね、戦をですね、毎週水曜日やってたのに、これですね、一気にこれ今日6月18日までこれ、解放されてました。いやー、なんだったんだ、これまでの苦労はっていうぐらいね、なんかバカバカしくなるぐらい、はい、もうあっけなくね、6月チケット買えた人、これいましたよね。で、今見てみると、土日ね、×になってんですけど、平日はですね、結構これ買えるんですよね。中にはですね、土日まだ売れ残ってる日もあります。でね、今ね、まん延防止等重点措置で、6月のこれ18日までもうこれ5000枚におそらく制限されていたはずなんですよね。ということは、まあこれ、追加発売されたっていうことですよね。これね、これまでのチケットの発売について一応おさらいね、おさらいしておくと、まずですね、3月の20日にですね、このね、緊急事態宣言が解除になって、で、それでそこからですね、チケットはね、随分ね、購入しやすくなりましたよね。で、4月はおそらく2万枚までおそらくね、ゲスト入ってたと思います。なので、のね、僕もね、抽選全然当たらないとかね、まあそういう動画上げてましたよね。で、ところがですね、これまた、このね、感染症、またこれね、収まらないっていうことで、4月の20日にですね、これ、緊急事態宣言と、それからね、千葉県の方は、まん延防止等重点措置出ましたよね。で、これが適用されたことにより、何やかんやあって、5月の31日までは、これ、チケット5000枚、5000人に、まあこれ、制限されるっていう発表がありましたよね。で、これ、ね、この措置が解除になる6月の1日以降、6月の1日以降はどうなるのっていうね、これ皆さん気になってたと思うんですけども、6月の1日以降のチケット、これ実際今ね、これ今発売はこれされてるんですけども、これ、チケット毎週水曜日にもう瞬殺してましたので、まあおそらく5000枚に一旦制限されてたっぽいですよね。で、毎週水曜14時に発売されても、ね、土日のチケットはね、1、2時間で完売してしまって、で、その日の夕方にはもうね、平日分ね、もう完売してましたので、ほぼ毎週水曜そんな感じでしたよね。なので、もうね、半日ぐらいで全てのチケットが完売してましたので、おそらく、うん、6月のチケットは推定ですけども、まあ、5000枚ぐらいで一旦これ制限されてたっぽいですよね。で、それが今日突然追加発売っていうことで解放されたっていうことで、まあこれみんなびっくりですよね。なので、今日このタイミングで5000枚以上追加販売されたっていうことで、まあちょっと僕もこれ驚いてます。で、なんでこのタイミングでっていうのがね、これ気になりますよね。このまん延防止等重点措置は、まだ解除ね、6月の1日から解除しますっていうふうに発表ないんですよね。なので、もしかしたら6月の1日からね、まだまだ延長っていう可能性も、まあ、これありますよね。まだね、どうなるかわかりませんよね。
これ実はですね、6月以降ですね、これ上限の人数もこれまだ緩和これされてないんですよね。で、千葉のホームページによると6月の30日まではこういうイベント系とかっていうのは上限人数は5000人で、もしくは収容定員の 50% で、このいずれか小さい方なんですよ。これどっちか選べじゃないんですよね。上限人数は5000人もしくは収容定員の 50% どっちかのいずれかの小さい方を取らないといけないので、そうするとこのルールだと6月いっぱいも5000人で営業しなければいけないはずなんですよ。これね、たまに勘違いしてる人がいて、5000人もしくは収容定員の 50% どちらかではないんですよね。どちらかではなくって、5000人もしくは収容定員の 50% いずれかの小さい方なので、はい、そうすると、5000人で営業しないといけないんですよね。だから5000枚以上チケットはこれ売れないんですよ。なんですけども、今日実際に開放販売があったわけですよね。で、これちょっとね、僕なりにね、まあ仮説、まあ推察してみました。まずはですね、予想ね、推察その1、まずはですね、これ考えに行くんですけども、この OLC、 このオリエンタルランドがですね、このね、6月の30日まで5000人なんてね、そんな要請聞いてられっか、売っちまえ、こっちも証で大変なんだぞって言って、その国や自治体の要請を無視して OLC が独自で判断して、もう今日チケット売ってしまったっていうですね、まずそういう予想ですね。まあでもこれは考えにくいですよね。まあルールじゃないんだけども、そういうのを破るっていうのはちょっと考えにくいので、政府や国やそういう自治体のね、指示や要請には必ず従うはずなので、そんなですね、もう勝手にね、独自判断で勝手に売ってしまうっていうことは、まあそれはないと思うんですよ。で、そうなると、まあ予想推察としては、まあ何かしら交渉したんだと思いますよ、やっぱり。例えばね、今だとね、5月の14日からね、これピューロもこれ再開してるんですよね。ピューロ休園だったんだけど、これ5月の14日から再開してるんですよね。で、東京ってまだ緊急事態宣言これ解除されてないのに、ピューロチケット売ってるんですよね。まあね、再開してるんですよね。まあなので、こういうのってやっぱり、まあ借地定規ではなくて、でまあ、結構ね、柔軟に対応をするっていうことが、まあ考えられますよね。まあ、なので、まあ、この場合は自治体、千葉県なんかと話して、まあ、これこれこういうふうにやってますので、5000なんて言わずにもうちょっと入れさせてよっていうふうに、そういうまあ交渉とかをして、で、まあ、それで千葉県とかね、自治体浦安市かな、千葉県かなとかとかから、じゃあこのぐらいならええよっていうふうに、まあ OK してくれたっていうね、認めてくれたっていう、まあそう考えるのが自然ですよね。で、それが2万まで一気なのか1万なのか、ちょっと分かりませんけども、まあ2万一気っていうこともちょっと考えにくいんで、1万ぐらいじゃないのかなってちょっと思いますね。まああと推察としてはですね、まあ千葉の新しく知事になった熊谷県知事がもしかしたらDオタではないかっていうね、そういう予想もあるんですけども。はい、新しい熊谷知事は D オタだったっていうね。もしかしたらそれもあるかもしんないな、みたいな。いやー、でもこれね、前のこれね、森田健作知事だったら絶対こうはなってなかったと思うんだよね。なので、熊谷知事、またこれ僕の中で株上がりましたね。いやー、熊谷知事、若くてイケメンでいいよね。柔軟にね、対応してくれて嬉しいですよね。はい。なので、6月からですね、これチケット、これね、また緩和、買えるようになって、ちょっと嬉しいなっていう、まあ、そういう動画でした。いや、ただですね、6月からチケットね、買えて、6月分のチケット買えるのは嬉しいんだけど、まあ、この分だと5000人以上は間違いないので、まあ、そうなるとね、まあ、エントリー受付心配ですよね。フォレストシアター BB ね、これ当てたいですよね。まあ、ただですね、フォレストシアターも BB も、これね、カレンダー見たら、6月の2日からはね、1日5回開催っていうことなので、1日5回で、ね、かつ、
2万人2万人で1日5回はね、やっぱね、正直全員当たるとは言い切れないんだけど、5000人から1万人ぐらいで、かつ1日ね5回開催だったら、まあこれ結構当たる確率高いと思うんですよね。まあなのでその辺ちょっと不安ですけどもね。まあでもね、チケット買えるのは嬉しいんでね、人がいっぱいいるとね、あのショップやレストランもまた開くので、今人数少ないとね、レストランも閉まっちゃって、食事できることもね、できるところも少なくなって寂しいので、まあね、少ないとね、あの快適なんだけど、やっぱ寂しいので、やっぱ5000から1万1万人ぐらい前後だったらね、ほどほど混んでて、でかつまああの寂しくもないので、1万ぐらいっていうのはね、いいんじゃないのかなって個人的には思いますね。はい、以上6月分のチケットがね、急に開放されて発売されてるよっていう、まあそういう動画でした。今でも6月は平日買えるんで、はい、皆さん頑張ってみてください。はい、今日の動画は以上になります。それでは失礼します。じゃあねー。